始まってるよ。え、さっき無視されたんだけど、はい、これは、はい、HS さんの T シャツです。それ、あれ、いつ買ったやつ？前々回、うん、前回、前、ん？前回、前々回、うん、いつだ？前々回。あ、前々回、うん。そんなん売ってました？売ってた。あ、なるほど。これは、ヒヨトさんがただ水色を着たいから作ったって言ってて。はい。水色を着たいから作った。作ったって言ってた。うん、作ったって言ってた。で、ちょっとなんかこれがね、洗うとだんだんここが割れてくるのがいいんだって。あー、なるほどね。ちょっと割れてきた。ちょっと割れてきた。じゃあ行きますか。はい。これが持ってくんだ。パン！ポーンって言って出てこないから、はい。はい。これちょっと大変なのよ。これね、大変なの。大変。放送事故起きてる、放送事故。もういい、もうこれは渡すから。はい。いいです。はい。ヘドラ。ヘドラちょっとわかんねえよこれ。じゃんけんヘドラ。じゃんけんヘドラ。あ、すごい状態ですね。はい。からの、違う、そうじゃないですよ。パズル？それはね、合ってんの。で、一個一個やっていきましょうか。ちょっとこれもう回せないから、うん、回してみるってことできないから、うん、どうしようかな。ちょっと手持ちカメラでいきますか、今回。はい。これ煙突なんですけど、これは置いといて。これ煙突だったの？おかかかと思った。うん。この、じゃあ、こいつを、押しましょうか。ああ。これがね、水中機。まあ、水中にいる状態のヘドラスね。うん、このオタマジャクシみたいな。はい。かわいい。これが最初のヘドラス。うん。これね。うん。はい。で、こっから、上陸機になるのかな、これ順番だと。でもこれちょっと一回間挟みましょうか。あの、空飛ぶヘドラっていうのがいるんですよ。飛行機。うん、こうヒューって飛ぶ。この間じゃなくて、実際はもうちょい後だったはずだな。確か劇中では。これ飛行機。これ、うん、飛ぶね。状態のヘドラ。うん、これを、こうやってやると、これがね、上陸機。うん、まあ、水中から出てきた時のヘドラをイメージしてると。でね、出てきて、この煙突で、こう、煙突の煙を吸って、要は公害怪獣なんで、うんうんうん、で、成長してみんなが知ってる姿のヘドラになるんですよ。うん、それが、これがね、ここ？このね、目にね、バカンってはまるんですよ。買って。うん、はまるんです。本当はちょっと温めないとね、大変なんだけど、まあ、温めなくても行くときは行くんで。結構きつめにやっちゃっていいです。塗装はげ気にせず。ここまで行くのに。はい。というわけで、もう がっつりカットさせてもらいましたけど。はい。まあ、こんな感じで目のところに、このさっきの水中器あるじゃないですか。うん、これがこうくっつくんですよ。うん、ガポって、うん。で、その上にこいつをかぶせると、成長器、うん、要はみんながよく知ってるヘドラになると。はい、これが完成です、うん、はい、じゃあこれで回していきますか、はい、一旦いきますか。はい、というわけで、まあ、じゃんけんヘドラ、いわゆるじゃんけんマークさんっていう原型を担当されたプロデュースがマスコさんでいいのかな？だったと思います。まあね、で、販売だとか版権取ったりとかそういうのをマンダラケさんがやったっていうやつで、これね、パッケージも面白くって、こんな感じでね、3つのね、袋に分かれて、こういうふうに入ってるんですよ。いいですね。うん。だから割と、この状態で装備をそれぞれ袋に戻して、壁に貼ってこう飾っていっても可愛いですよね。可愛い。うん。すっごいいいんすよ、うん。で、やってることも面白いし、うん、ほんとチャレンジしたなっていう。うん、で、造形もいいんですよ。うん、ただ、うん、僕はまあまああんまりそういう文句とかあんまり言いたくない人なんですけど、うん、本当に遊びづらい。
そうね、バラバラになっちゃうね、今見た感じ、うん、で遊びづらいものって僕勝手にまあ改造しちゃうんですよ、うんうん、遊びやすいように、うん、してたね、うん、するんですけどこれ改造しようがなくって、うんうん、で正直ちょっと置物みたいになっちゃってますね、遊ぶっていうよりは、ね、うん、わざわざ僕装備を温めて外すっていう習慣がないんで、うん、例えば面トレなんかは裏が裂けようが何しようがそのまま遊ぶ人なんで、うん、もう温めないとちょっとちゃんとは入らないし、うん、だその辺もう少し僕的にはなんか積み木的にポンポンってその乗っける部分に関してはもうちょいなんか緩くても良かったかなっていう、逆にだからこれでこう稼働させて遊ぶっていう感じのおもちゃではないと思うんで、こうなんか合体させて遊ぶっていう部分にはちょっと積み木的になんか別にそのねポンポンって置いとく分には通れなきゃいいんでぐらいの感じにしてくれた方が僕的には嬉しかったかなっていう、うん、なんかちょっとどっちつかずかなっていう風に感じましたね、うんうんうん、でそれ以外はもう全て満足ですね、うん、造形にしろ塗装にしろ、ね、そのチャレンジしたことにしろ、うん、いろいろともっと面白いんで、うん、ただ本当に僕遊ぶ人なんでいじくって、うん、そういう意味では本当に遊びにくいですね、うん、かわいい、なんかサイズも何とも言えないサイズでいいですよね、うん、うん、いいです、ミドルサイズでね、うん、うん、そうミドルなんだけど、うん、いい感じ、うん、かわいいです。カラーもどうなんだろうな、だからその一番最初のそのブルーマークのヘドラのサンプルカラーをイメージした感じにはなってるんですけど、うん、でもね、もともとこのジャンケンマークさんが鉄ロボシリーズっていうのやってて、はい、それとかでもこういった雰囲気だったりするんですよ。だからまあそっち、どっちかというとそのジャンケンマークさんのカラーリングかなっていうのを感じますかね、うん、そのサンプルカラーオマージュっていうよりはって感じですね。いい、でも可愛いですね、白、うん、シルバースプレー吹いたのめちゃめちゃ可愛いです、うん、でね、メタリックブルーがね本当にいい感じで刺さってて、うん、かっこいいですよね、可愛いですね、うん、造形とかも、まあいろいろといいですよね、もろもろね、うんうんうん、はい、いいですよ、あのもうガシャガシャってなってもいいですから、え、だって、はい、違うの、このなんかこのままが好きなの、このままが好き、このままが好き、これがいい、あ、それがいい、携帯が好き、あ、その携帯がいい、フリじゃないんですよどうですか、つきません、いませんよね、ちょっとコツもいるんですよね、もういいぞ、ほっといて、上置いといてもらって時間だけが長すぎて、ね、はい、はい、でね、これまあ1期のカラーなんですよ、これが、うん、で2期がねクリアだったんですよ、うん、おそらくねクリアって柔らかいじゃないですか、装備、うんうん、の材質として、うんうん、俺だからそっちの方が多分遊びやすくなってんじゃないかなって気はするんですよね、うんうん、ちょっと持ってないんでわかんないんですけど、クリアと今回3期が青に赤、そうそう、すげえいいんですよ、うん、いいんですよ、これ、うん、いいんですけど、はい、いいですよいろいろいいんですけど、切ない、なんかこれバラバラにして飾っといた方がいい、うん、かもしれない、いいのかなどうなんだろうな、ね、うちではちょうどいい感じでくっついた状態で積み木的にずっと飾ってあったんですけど、うん、今取り出したらバラバラになります、うん、バランバランってね、うん、悲しみのなんですよ、かわいいです、はい、かわいいですかなんかバラバラになってしまうところも愛おしいです、ね、ああ愛おしい、うん、あ、どうなんだろう、これなんか逆にね僕がうまく遊べてないだけで、ああ、っていう可能性あるんですよ、他の人はすごいちゃんとしっかり、そうそう、コツがあるのかもしれない、うん、いやいやいや、こうやって遊ぶんですよジジイさんみたいなのがあったら、うん、ちょっとぜひ教えてほしいなと思って実はあれだと下手くそだった、うん、下手くそか、ジジイみたいな、ジジイは下手くそだったかもしれないあ、こうだぞジジイみたいなの、私も初めて今日触ったんで、うん、初めまして、これでもちゃんと全部温めてこうギュッギュッギュッってやっていくといい感じでちゃんと収まるんで、うん、心配はしなくていいです、うん、だから飾る分には、うん、ただ気軽にはちょっと遊べないっていうのが僕的に引っかかった部分ってだけですね、うん、
全然問題ないですよ。温めれば。すごいフォロー入るやん。いや、だって、いや、嫌なんだもん、本当は。こういうこと言うの。うん、すごい好きなんで。いや、可愛いよ。見た目めちゃくちゃ可愛いけど、ちょっと今私も苦戦してたから。うん。そう、好きなんでね。なんか、本当こういうこと言うのは、もう正直にね、正直な感想として、遊びにくいっていうのは。まあでももう、これ手に入らないですもんね。うん、一応なんか終了みたいなことは言う。てましたね、アナウンスしてましたね。そう、みたいですよね。うん、まあでも本当に物は本当にすごくいい塗装造形、うん、そのね、途中のいろんな形態が作れるっていう遊び、もう本当チャレンジの塊で、うん、なんとか機会があったらぜひ手に取ってみてほしい装備だなっていうのは本当にあれで、なんかありますか？ないです。ないです。あ、ない、はい、ないですか。はい、なるほど、わかりました。はい、はい、ではバイバイ。